ブラックシープ黒木羊は聖夜に迷うは、富永博士による日本のライトノベル。イラストは、サ間マガキザ氏が担当。ホビージャパン HJ 文庫刊。横須賀港沖の空に、謎の文様が出現し、いつしか人々はそれを、神の断末魔と呼ぶようになった。公式発表では、米海軍の原子力潜水艦が、 爆発事故を起こしたことになっており、この日より、三浦半島一帯は立ち入り制限区域となっているが、誰もそれを信じようとはしなかった。同じ頃、エクソシストの資格を持つシスターアルチアは、ローマ法王朝の命を受け、日本の奥地にある隠れキリシタンの集落、西国で悪魔末きとなった、終わりの巫女と呼ばれている娘を浄化することになった。 娘の体から悪魔を追い出すことには成功したものの、村人はルチアに感謝することはなく、それどころか村長の、神は、ガトーを見捨てたモータの一言で娘を貼り付けに、し始める。村人が粛々と、儀式を取り行う光景に尋常ならざるものを感じた、ルチアは、とっさの判断で娘を連れて逃亡し、いつしかサイダにの死角と法王朝の審問を逃れる。 ためにネットカフェを隣り歩く身となっていた。そうして2年が経ち、クリスマスが近くなった冬のある日。神の断末魔以降、自暴自棄になった者が引き起こす原因不明の、凶悪事件が、連日のように世間を騒がせていたが、ルチア一行の前に、神の、お使い、数奇教が現れて、東京の郊外にある、荒れ果てた教会へ行くよう指示を与える。ありがとうございます。